さあ、というわけで本日のモリモリカー2の方やってみましょう。人気ランキングとても難しい第1位、ベッドタイムストーリー。あ、夜のストーリーってことですかね。ベッドタイムということは確かに夜の背景っぽい感じだったんで、楽しくやってまいりましょう。ベッドタイムストーリー。はいはい、スピンね。はい、スピンでトゲゾを乗り継いでいき、なんかこうストーリーっぽい感じになってんのかな。普通にみんながまだ寝てるみたいなことかな。なんかこうやってクリボーたちが、あー、これゆっくりしちゃダメだ。これ落として、こいつに乗って一回捕まって、これに乗って、これに乗って、これに乗って右側を蹴っ飛ばしたらこう言ってくれると、あー、でどんどん変わると。はいはい、あー、もう中間なのに、もったいね。はい、オッケー、はい、オッケー。めっちゃ緊張で無言になってたわ今で、ここに来てくれると、はい、トントーンで、はい、ここね、ここ、あーっと、もったいな。ビヨーンと飛んで、で、ここしっかりと踏んで乗って、はい、オッケー、届く届くね。はい、オッケー。おーっと、土管来たぞ。もしかしたら中間ポイントなんではなかったね。ピジャーン、で、あ、これ降りるんだ。これ急がなきゃダメパターンあるな。で、あ、結構これ急がなきゃダメなんじゃない、これ。あ、でもここまで来れたらいいんだ。よっしゃ、うまいこと言ったね。あー、やだね。はい、はい、オッケー。はい、はい、うお、緊張すんな。はい、オッケー。はい、で、なに、え、あー、つたか。地味むず。ちょっと待って、オッケー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 。あーと、なんでそっちでミスんだよ。そっちはミスんなよ。はい、はい、オッケー。叩くんだね、オッケー。で、ZZで、ZZ の、あー、そうか、あ、そうか、デカマリオじゃないからジャンプするんだ。あー、だだだだー。はい、で、ここに乗って、オッケー、これは GOAL なんじゃないかい。はい、来ました、GOAL。これ、オッケー、クリアしてまいりました。難しいです。なるほど、1.4%。ちょっとやってみっか。ただただ足場があるコースってことかな。まあ、ちょっとわかんないけども、やってみましょう。難しいです。あ、あ、スクロールなんだ。スクロールはちょっと確かにむずいわ。あ、スクロール想定しなかったわ。あ、スクロールですか。いや、ただ足場乗りつくだけだったらもうそんなんちょっとやればいけんじゃんと。慎重にやれば勝つだけの、うおー、コースだと思ってたけど、焦らされるんだ。焦りって人の手元狂わすよね。そう、そして手元だけで成り立っているゲーム、それがスーパーマリオメーカー2。なんか変な CM みたいになったけど。いや、スクロールはやばい。スクロールコース自体なんか久々にやる。ちょっと待って、ここ足場離れてるね、ここ。あー、ちょっと待って、それそれそれ、そうそうそう、スクロールラン、そう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 、それに乗りたかったの。そう、これこれで、これに乗ってる暇ある。これでここ、ちょっと待った、それ乗す、うわ、これスクロールやばいな。ちょっと一回サイレントモード入りますね。来た一回ダメかと思って、落ちたと思ったらプラスボタンを押してメニュー開こうとしたら足は残ってたからさ、うわ、乗ってるって思って再開した。そこから行けたわ。やーた、タイム更新難しかったよ結構。無重力チャレンジ、一回地面から離れたら着地しないでゴール、クリア率 1.5%。 やってまいりましょう。さあ、難しそうだな。ほんとむずいなこれ。ん、まだ今クリア条件いけてるよね。なるほどね。のこのこ踏んだ方がいいか、それ。踏んだ方がいいのかな。ちょっと待って。え、のこのこ踏む必要あんのか、これ。踏んでこう。ん、ちょっと待って。どう行くのがいいんだ、ちょっとわかんねえな。どこ普通に飛んでいって、クリボーを踏んで、ツタはセーフ。普通にくるんくるん。あー、普通にくるんくるんで先ののこのこに行っていいと思うわ。というわけで、チュンチュンチュン。はい、チュンチュンチュン。はい、チュンチュンチュンと。この無重力のくるくるって結構半ば半分無限なとこあるよな。よし、踏んで、どこどこどこ、どこに行けばいい。え、壁キックか。壁キックだなこれ完全に。
あ、それ確かにむずいね。いや全然いける気せんな。ちょっと戻ろう。あー惜しいんじゃない今の。違うな。どう行くのがいいよそこ。このパターン、そこで壁キックすんのでもむずいよな。タイミングもあるしな。ちょっと待ってよ。オッケー、来た、やったクリア。そうだな、左から一気には多分無理なんじゃないかなっていう感じしたね。なんとかクリアできました。ゴールしてください、22分の0ファイトって書いてあるけど、クリア者出てねえんだ。やってみよう、ゴールしてくださいということでゴールしてみようや。さあ、なんじゃもんじゃさんのコースでございます。おじいちゃんみたいなミーだな。意外と普通のコースな感じっぽい。あ、ちょっと待って、トゲ下はなんかあんの？なんだこれ、どうなってる？え？隠し的なことが何かあるわけでもないのかな。なんだこれ、キノコ取るっしょ。あ、なんかあるわ、さすがになんかあるわね。ここ、あー、なるほど、下行けると。まっすぐ降りて、あー、食らっちゃうか。これむずいよな、食らわずに降りんの。これ上行けるね。意外と普通になんか、普通の、別に初代マリオにありそうっちゃありそうなコースな感じ、今んとこ。これむずくね？これむずいよな。よし、デカキープできてもでかいよ。これ乗り越えれんのかな、うまいことやったら。いや、全然そんな気しないんだけどな。これはこっち降りるでいいんかな、素直に。まあ、でしょうね。右は難しいもんね、トゲあるから。ほう。うわ、びっくりした。あ、即死ね。あ、そういう罠もあんのか。一気に、あそこ届かないか。というわけで、ここは慎重に一つずつこなしていく。はい。はいはい、怖ー。おーっと、中間来たねだましも結構あるんだね。あー、やった、ここファイヤーだ。あ、これ、プクプクもしかして利用、隠しだ。まあ、というわけで、ファイヤーを取りまして、隠しはないんかな？ないね。まあ、じゃあ、これ、とりあえず一発食らう覚悟で、はい。ん？なんだ？ちょっと、なんか、ちょっと待って。え？なんか、あ、ちょっと待って。しゃがむじゃんか。ジャンプするじゃんか。なんか、左に流れた、今。コントローラーが死んでるもん、完全に。これもさすがに今のプレイはダメだな。え、これ無理だろ。これ無理だって、これ。普通に行くが。ほら、あるって。びっくりした、今。めちゃくちゃ左に流れてさ。絶対これコントローラーがもう寿命来てるわ。やだ。これ上行って。ここ、ああ、もう隠しだらけ。隠しをどこまで警戒しなきゃいけないかわかんないんだよな、このコースは。本当に。で、ここ乗るでしょ。この辺は？この辺からあるね。じゃあもうこっちに乗ろうって。これ何？スターだ。スター取りたかったな。あ、スターないと。まあ一回突っ込んでみよう。で、なんだこれ。スターランが始まるのか、こっから。で、こんぐらい出しといたらスターが拾える。スター拾って、じゃあもう思いっきり走って、こっちでいいんかな。下もなんか、違ったんかい。落ち火にはなっちゃったけども、スターになってて、下に道あったよね。こっちなんじゃないかな。ブヒブヒ言ってっけど。違うんかい。じゃあ、どこだ、どこに行けばいい、わからねえな。なんか、こっちあるな、これ。ここあるな、ここ。あー、これか。オッケー、来た。これで土管に到達して表面帰ってくる。ちょっとスターのうちに行けるだけ。終わった、第2週間だ。よーし、右、シュンと。パックンさん避けて、ドア入って。まあ、またなんか騙しギミックが。おっと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 、ここまで。ん？あ！あ、でもなんか右下ドアあるの？で、ここにドアがあるのを見逃さんかったぞ。ほら。ワン、まあ、ゴール無理だわな。で？マジか。じゃあ、どこだ？頑張れば届くか？それかなんか、キノコかなんかあればゴリ寄せる気もするんだけどな。ここ来るでしょ？で、ここなんだよ。なんかヒントないんかな。でもどうやってもそれは届かんわな。なんかあると思うんだけどな。いや、ないぞ。左飛んでみる、一回。なんかあるな。そいつ怪しいな。めちゃめちゃ怪しいの見つけたな、今。はい。
オッケー、来た来た来た。これがクソ怪しい。はいはいはい、これでさすがにゴールなんじゃないの？なんかある？まだなんかある。ちょっとこのコースなんか怪しいけども、ここ入ってゴール。オッケー、やった。なんだ、まあ騙しコースか、これは完全に。ゆるい騙しコースだったね、そう考えたら。